ナンバーアンダーラインアイの、ボングが優先を死活リクエストで再び第一位。ファンの熱意が炸裂。ナンバーアンダーラインアイのメンバー、特に平野翔、神宮寺優太、岸優太の個々の魅力が、彼らの音楽と相まってファンたちを引きつけている。ナンバーアンダーラインアイの最新ニュースが届いた。ボングが優先を死活リクエストウィークリーランキングで第一位を獲得したということだ。特に若者たちにとって、 推し活は日常の一部となりつつあるが、その象徴ともいえるこのランキングでの1位は、彼らの努力とファンの熱意が一体となった結果だろう。推し活リクエストは、優先の音楽配信サービスを通じて、誰でも参加できる楽曲投票サービスであり、毎週その結果が発表される。今回のランキングでは、ナンンバーーアダインア i の他にも桜坂46、マザエル・スノーマンなどの人気アーティストがランクインしているが、 特にナンバーアンダーライン愛の「ボンは過去にも1位を獲得しており、その人気の高さがうかがえる。デビュー曲「GOT」や「平野翔プロデュース」の「ボン神宮寺勇太プロデュース」の「INZM」「稲妻」などが収録された初フルアルバム「n イ1が9月23日にリリースされる予定で、これもファンたちにとって大きな話題となっている。彼らの音楽はただ聴くだけではなく、 その背後にあるストーリーやメッセージがファンたちの心に深く響いている。その結果、推し活リクエストランキングでの連続した高評価につながっているのだろう。推し活リクエストは、専用のウェブサイトで毎日投票が行われ、その結果が優先の音楽配信サービスで全国の街中や店舗で放送される仕組みだ。これは、ファンが自分の好きなアーティストを応援する新しいプラットフォームとなっている。推し活は、 単なる音楽のリクエストだけでなく、アーティストのグッズ購入やイベント参加など、多岐にわたる応援活動を含んでおり、若者たちにとっては生活の一部となっている。ナンバーアンダーライン愛のメンバー、特に平野翔、神宮寺雄太、岸優太の個々の魅力が、彼らの音楽と相まってファンたちを引きつけている。例えば、平野翔のプロデュースによる、ボンは、エネルギッシュでありながらも繊細なメロディーが特徴で、 その歌詞には深いいメッセージが込められているこの曲がランキング1位を獲得したのも、そのメッセージが多くの人々に共感を呼んだからだろう。さらに、ナンバーアンダーライン愛は音楽活動だけでなく、テレビ CM や雑誌の表紙を飾るなど、メディアでも大きな話題となっている。例えば、マクドナルドのテレビ CM、たっぷりいこうぜ。海、変に出演した際のメイキング映像が公開され、 これもファンたちの間で大きな話題となった。こうした活動が、彼らの音楽とともにファンたちの日常に深く根付いている。第19回の優先をし、かつリクエストウィークリーランキングでは、ボン以外にも、ノーイエスが11位、スクエア・アンダーライン1が8位にランクインしており、ナンバー・アンダーライン愛の楽曲が複数ランクインする結果となった。これは、彼らの音楽が幅広い層に支持されている証拠だろう。特に、 スクエア・アンダーライン1は、若者たちの間で大きな人気を博しており、そのキャッチーなメロディーと力強い歌詞が多くのファンを魅了している。このランキングでの高評価は、彼らの音楽だけでなく、ファンとの強い絆によるものでもある。推し活リクエストは、ファンが自分の好きなアーティストを応援するための一つの手段であり、その結果が形となって現れるのは、ファンたちにとって大きな喜びだろう。 彼らの音楽が全国の街中や店舗で流れることで、さらに多くの人々に彼らの魅力が伝わることになるだろう。ナンバーアンダーライン愛の音楽は、ただ聴くだけでなく、その背後にあるストーリーやメッセージがファンたちの心に深く響いている。その結果、推し活リクエストランキングでの連続した高評価につながっているのだろう。推し活リクエストは、専用のウェブサイトで毎日投票が行われ、 その結果が優先の音楽配信サービスで全国の街中や店舗で放送される仕組みだ。これは、ファンが自分の好きなアーティストを応援する新しいプラットフォームとなっている。推し活は、単なる音楽のリクエストだけでなく、アーティストのグッズ購入やイベント参加など、多岐にわたる応援活動を含んでおり、若者たちにとっては生活の一部となっている。ナンバーアンダーライン i のメンバー、特に平野翔、神宮寺裕太、 キシユタの個々の魅力が、彼らの音楽と相まってファンたちを引きつけている。例えば、平野翔のプロデュースによる、ボンは、エネルギッシュでありながらも繊細なメロディーが特徴で、その歌詞には深いメッセージが込められている。この曲がランキング1位を獲得したのも、そのメッセージが多くの人々に共感を呼んだからだろう。さらに、ナンバーアンダーライン愛は音楽活動だけでなく、テレビ CM や雑誌の表紙を飾るなど、 メディアでも大きな話題となっている。例えば、マクドナルドのテレビ CM、たっぷり行こうぜ。海、変に出演した際のメイキング映像が公開され、これもファンたちの間で大きな話題となった。こうした活動が、彼らの音楽とともにファンたちの日常に深く根付いている。第19回の優先をし活リクエストウィークリーランキングでは、ボン以外にも、ノーイエスが11位。 スクエア,アンダーライン1が8位にランクインしており、ナンバーアンダーライン愛の楽曲が複数ランクインする結果となった。これは、彼らの音楽が幅広い層に支持されている証拠だろう。特に、スクエアアンダーライン1は、若者たちの間で大きな人気を博しており、そのキャッチーなメロディーと力強い歌詞が多くのファンを魅了している。このランキングでの高評価は、彼らの音楽だけでなく、ファンとの強い絆によるものでもある。 推し活リクエストは、ファンが自分の好きなアーティストを応援するための一つの手段であり、その結果が形となって現れるのは、ファンたちにとって大きな喜びだろう。彼らの音楽が全国の街中や店舗で流れることで、さらに多くの人々に彼らの魅力が伝わることになるだろう。推し活リクエストのシステムは、ファンが自分の好きなアーティストを応援するための新しい方法を提供している。このシステムを通じて、 ファンたちは自分の推しアーティストの曲が全国で流れる瞬間を共有することができる。この新しいプラットフォームは、ファンとアーティストとの間に新たな形の絆を生み出している。また、推し活リクエストランキングは、ただのランキングではなく、ファンたちの声を直接反映する場となっている。これにより、ファンたちは自分たちの応援が形になる喜びを感じることができる。ナンバーアンダーラインアイの ボムが再び1位を獲得したのも、ファンたちの熱い支持があってこそだ。さらに、このランキングは音楽業界にとっても重要な指標となっている。アーティストやそのマネジメントは、ファンたちのリアルタイムの反応を知ることができ、それに基づいて今後の活動やプロモーション戦略を立てることができる。ナンンバーアンダーアダライン愛の例で。言えば、 彼らの音楽がどれだけ多くの人々に支持されているかをこのランキングを通じて確認することができる。推し活リクエストランキングでの高評価は、彼らの音楽だけでなく、ファンとの強い絆によるものでもある。推し活リクエストは、ファンが自分の好きなアーティストを応援するための一つの手段であり、その結果が形となって現れるのは、ファンたちにとって大きな喜びだろう。彼らの音楽が全国の街中や店舗で流れることで、 さらに多くの人々に彼らの魅力が伝わることになるだろう。また、推し活リクエストランキングは、ただのランキングではなく、ファンたちの声を直接反映する場となっている。これにより、ファンたちは自分たちの応援が形になる喜びを感じることができる。ナンバーアンダーライン愛のボムが再び1位を獲得したのも、ファンたちの熱い支持があってこそだ。また、推し活リクエストランキングは、 ただのランキングではなく、ファンたちの声を直接反映する場となっている。これにより、ファンたちは自分たちの応援が形になる喜びを感じることができる。ナンバーアンダーライン愛のボンが再び1位を獲得したのも、ファンたちの熱い支持があってこそだ。さらに、このランキングは音楽業界にとっても重要な指標となっている。アーティストやそのマネジメントは、ファンたちのリアルタイムの反応を知ることができ。 それに基づいて今後の活動やプロモーション戦略を立てることができる。ナンバーアンダーラインアイの例で言えば、彼らの音楽がどれだけ多くの人々に支持されているかをこのランキングを通じて確認することができる。推し活リクエストランキングでの高評価は、彼らの音楽だけでなく、ファンとの強い絆によるものでもある。推し活リクエストは、ファンが自分の好きなアーティストを応援するための一つの手段であり、 その結果が形となって現れるのは、ファンたちにとって大きな喜びだろう。彼らの音楽が全国の町中や店舗で流れることで、さらに多くの人々に彼らの魅力が伝わることになるだろう。推し勝リクエストランキングのシステムは、ファンが自分の好きなアーティストを応援するための新しい方法を提供している。このシステムを通じて、ファンたちは自分の推しアーティストの曲が全国で流れる瞬間を共有することができる。 この新しいプラットフォームは、ファンとアーティストとの間に新たな形の絆を生み出している。さらに、このランキングは音楽業界にとっても重要な指標となっている。アーティストやそのマネジメントは、ファンたちのリアルタイムの反応を知ることができ、それに基づいて今後の活動やプロモーション戦略を立てることができる。ナンバーアンダーラインアイの例で言えば、 彼らの音楽がどれだけ多くの人々に支持されているかをこのランキングを通じて確認することができる。推し活リクエストランキングでの高評価は、彼らの音楽だけでなく、ファンとの強い絆によるものでもある。推し活リクエストは、ファンが自分の好きなアーティストを応援するための一つの手段であり、その結果が形となって現れるのは、ファンたちにとって大きな喜びだろう。彼らの音楽が全国の街中や店舗で流れることで、 さららににに多くのの人々に彼らの魅力が伝わるることになるだろう推し活リクエストランキングのシステムはファンが自分の好きなアーティストを応援するための新しい方法を提供しているこのシステムを通じてファンたちは自分の推しアーティストの曲が全国で流れる瞬間を共有することができるこの新しいプラットフォームはファンとアーティストとの間に新たな形の絆を生み出している